どうもそれです。横地図全開の図からやっていきたいと思います。ついにね、ゲートボールの、一応ね、ゲートボール70個ぐらい集めてきました。結構ね、もうこれね、しんどいっすね、ゲートボール集め。まあ、やっても数時間だったんですけど、まあ、とりあえずじゃあこの、30から行ってみようかな、じゃあもちろんね。うん、これで全ていけるはずやで。モルドで行くぞ！おららいやーいいねー、チーン。新たな気まぐれゲートを解放した。やった！よっ！行きまーす。お、なにこれ。ほうほうほう。滑り台？ひゅー、めっちゃええやん。お、なにこれ、動け、え、なにこれ、え？おー、おもろおなにこれ、滑り台の間？ほい、いいねー。いいね、いいね、いいね、いいね。お滑りの前って。おー、やばいやばいやばい。ん？お、なんかあるぞ。おえ、これめっちゃおもろいやん、このエリア。前の関係と大違いで。はっはっは！行くぜー！イエフィー！しかもめっちゃ簡単、これ。多分、敵だったら敵とバトルになるから、当たらない方がいいよな、めんどくさいから。水だ。まあ、ええわ。ここあるな。よっしゃ。てかこれマップ見ながら行った方が早いな。別に滑り台見るより。てーてれてて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 てなんかだんだん敵めっちゃ増えてきてない？あ、くそ。あー、くそ！まあ、ええわ。ふぅ、行くぜー。の、おすべり様。君滑っておるの？こんなんおるんや。お師匠のなんかレアモンスター。なかなかの滑りっぷりだったが、果たして、わしの滑り気に勝てるかな？行くぞ！気まぐれケツでまぐれがち。今のダジャレ？うんす、滑ってます。どうじゃわしの滑りっぷり。お主らと年季が違うわい。しかしお主らもその若さにしはなかなかの滑りっぷり。嬉しくないけど。わしとの戦いに勝ってれば、おすべりの間の資料を達成としてやろう。自信がないなら、そこの動画帰ればよい。俺を舐めてるのか？いいとも！めっちゃこの、お滑りの間、楽勝やったな。空き缶の間がめんどくさすぎてや、信号の間と。お滑りの間、めっちゃ簡単やん、これ。なんでこんな簡単なんやぐらい簡単やんけど。あ、弱っ。しかもめっちゃ弱いっていう。赤鬼とかと比べたら弱すぎるやろ、こいつ。信号の間、マジで鬱陶しかったからな、赤鬼。結構強いし、あいつ。見事じゃ。さて、パーティーは、まあ、一応99レベル3体揃っとるから、まあ、いけんことないかな。よし。仮に、クローニークラスが来ても多分勝てるでしょう。おー、やった！よっしゃ！よっしゃねーい！オッケー、とりあえず今回は、ゲートボールの第3の間、お滑りの間をクリアしました。次はこの40個のとこ。ラストですね。で、ラストでこう開くっぽいので、この40個のとこを次クリアしたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。